おはようございます。おはようございます。いやなんでかっこいいじゃん。好奇心。今日の企画は、はい、しりとり乗車メンバーしりとり、ってことはこれは小学校入学式の試験編です。なので例えば配役はまだ決まってないですが、私が先生だとします。そういう設定があんねんな。先生です。ここに台本があります。はい。なので例えばひーちゃんに、はい、どうしてこの学校に入りたいのって聞きます。ノバラが綺麗だから。あ、そういうこと。ということで皆さん本日も動画ありがとうございました。っていう感じで、ゴミを取ったらそう。でも先生はアドリブで野原なんてないですよとか、男性は決めていく。先生は集中しなくていい。わかりました。まあ出題者って感じです。先生がもう台本はあるけど別にフリーでトークを広げていいっていう、まあ、先生が一番ジャッジは先生。先生ジャッジは先生。ジャッジはね、あ、青さん犠牲にしないって言ってたのに、うん、青が先生って言ったかと思った。ですが、要は配役を決めてきました。わー、うわ、そうなんや。逆にね、一番さ、難しいのね。はいや、何やかんや、この3人側は全員むずいんちゃう。そもそもどういう配役かちょっと分かってないからさ。確かに。先生、はい、はメガネつけます。はい。子供、子供、はい、帽子かぶります。はい。パパ、スカーフつけます。おお。パパ、ネクタイつけます。あとパパの呼び方したらどっちってなってめっちゃ怒るしって言うかなと思った。パパとパパの意味、はい、OK ですので、今日の先生役はピンク。おお、私じゃない。意外や。ほらちょっとね、ピンクを選んだ理由としては引っ掛けてくるかなと思っていた。あ、なるほどね。4社メンバーの方
したいなと思いますね。ね、どうしてこの学校に入りたいのかな。なんか友達がたくさん作れそうだから、先生もいい人だからです。だどういう友達を作りたい。いい自慢の友達意地悪な友達は、はい、意地悪な友達は具体的にどんな人だ。ダンスが上手で、おい変な偏見もするぞ、ダンス行くやつがいるんだ。ダンスが上手で、顔がちょっとピンクっぽくて、おしゃれな人です。じゃあこれ嫌われてるやん。ありがとうございます。じゃあ学校に入ったら何をしたいですか。家族と遊びたいです。学校行くな。不登校になるぞ、そんなやったら。学校行け。難しいな。なるほどですね。この学校の名前は、
水曜日かな。7月。あ、7月。何日ですか。何日。じ。何日。じ。じ。じ。父の日。あ、父の日。7月って父の日でしたっけ。え。7月父の日でしたっけ。え。ありがとうございます。で、お子様は今からこう学校に通われたら、あの自分で自宅まで帰らないといけないと思うんですけれども、住所は分かりますか？海津かの海津かの上の方です。上の方、はい、具体的にはわかんないです。わかんないですね、はい、これから覚えていきましょう、はい、ではお父さんですね、はい、自分の時間はどう過ごしていますか？あ、そうなんですね、はい、結構アーティストの方とかが好きなのかな。なるべくありがとうございます。そうなんですね。じゃあアイドルとかも結構見るんですね。アイドルで好きなアイドル、好きなアイドルを教えて、アイドルの名前。江原まさひろ。なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。なるほどなるほど、結構分かってきましたね。じゃあお母様、お子様の食べ物の好み。みかんはあまり食べないんですけど、そういう食器系は好んで食べると。あ、そうなんですね、はい、でお父様から見てお子様の好み。ミートボールが好きですね。あ、そうなんですね。でお子様が普段されている習い事とか何かありますか？カツンを見ること。あ、長いことなんや。長いことなんですね。わかりました。ありがとうございます。ではお子様、将来の夢は？ワンコそばを作ることです。ちょっと、お前だって。ワンコそば？じゃあ、わかりました。じゃあ、小学生になったら何をしたい？いっぱいカツンを見ることです。はい、もうアホです、この先。そんなに、そんな、本当にアホ。なるほど、そうなんですね。では最後に、ご両親のお二人に、はい、ですね、お子様のアピールポイント、どうぞ。ゾゾッとするかもしれませんが普段、一人にしてしまいますとたくさん散らかしてしまいますのでそういった点に関してはこの学校でたくさん、片付けを学ばせて、そしていろいろなところできれいにするというところ、そういったところを持ちボランティア活動に励んでほしいですね。そうですね、はい、そうですね。根っこはとてもいい子なので散らかす癖はあるかもしれないんですけども、しっかりとボランティア活動に励んでいただきたいですね。あ、なるほどなるほど。ではお母様、でそのお子様のアピールポイントよろしくお願いいたします。あーがやばいぞ。素直な子なんです。あ、なるほどなるほど。なのでとても感情が前に出やすくて、とても笑ったりいつも泣いたり怒ったりすごい気概だけがある子なので、まあこの学校に入ったことで表現力もつけていってほしいですし、はいはいはい、それを言葉にするっていう力もこの学校で6年間はい。ありがとうございます。ではですね、最後、大黒柱のお父様からですね言っていただきたいんですけれども、一言。トーマスには乗るな。もうアホやってこいつらこいつらアホや。では本日4社面談以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。絶対ね。